ジェームズ・ワンは、オーストラリアの映画プロデューサー、映画監督、脚本家。ホラーやスリラー、ミステリーなどの分野で活動している。中国系の子として、マレーシアクチンで生まれ、幼少期に、オーストラリアのパースへ移住。11歳頃から、映画の道を志し、メルボルンのロイヤルメルボルン工科大学へ進学。同大学で、 リーは寝ると親友になり、二人で映画制作をするようになった。長編映画、そうの企画を実現するため脚本を書き上げ、少ない予算で8分間のパイロット版 DVD を制作して映画会社に売り込んだ。無名の青年の作品だが脚本を売り込むのが目的ではなく、 ワンが監督を務めはねるが、アダム役を演じるという条件を譲らなかったためかけに、近い行動だったが、唯一エボリューションエンターテインメントのグレッグ・ホフマンが、この条件を受諾したため長編映画の制作が、実現した。低予算のため18日間という短期間で、撮影された、そうは、2004年1月に、ンダンス映画祭で上映されると熱狂的に指示され、 波及効果で、同年5月には、カンヌ国際映画祭でも上映されたのが、きっかけとなり、世界各国から、買い付けが殺到した。デビュー作は低予算ながら斬新なストーリー展開が、評判となりシリーズ化され、2作目以降は、プロデューサーとして参加している。2007年には3年ぶりの監督作、デッドサイレンスが公開された。以降もホラー映画に関わることが多かったが、 2013年に、もう、ホラージャンルの映画とは関わらない。資料館と、インシディアス第2章が僕の最後のホラー映画だと、発表。しかし、2014年10月に撤回し、資料館の続編、資料館エンフィールド事件の監督に就任した。2015年には、ワイルド・スピード・スカイ・ミッションを監督。ワイルド・スピードシリーズ及びワンの監督作の中で、 全米、全世界ともに最高興行収入を記録。2018年には、ドス映画、アクアマンを監督。DC 原作の映画の中で、歴代最高の、全世界興行収入に導いた。 h t t p s w e b a r c h i v e o r g w e b 2 0 1 5 0 4 0 9 0 7 4 0 5 0 h t t p w w w n y t i m e s c o m a s m o v i e s p e r s o n 3 8 6 9 1 1 j a m e s w a n b i o g r a p h y a b i m d b b i o g r a p h y 4 ジェームズ・ワン・ハット・ ABC ・オール。アバウト低予算で夢を実現した、オーストラリアの若き才能 ABCD、そう、日本語公式サイト、ジェームズ・ワン・オン・インスタグラム、エンゲージド・ツー・ディス・ビューティフル、アメージング・ウーマン。インスタグラム、2019年8月17日閲覧。ジェームズ・ワン・オフィシャリー・マリーズ・アクトレス・イングリッド・ビス、ネクス・チャーク、ノーベンバー・ヨン、2019。 ありがとうございます。